よいしょ、これモーグリ、モーグリの気球、ね、うん、チョコボなのにモーグリ、ね、そう、チョコボなのにモーグリじゃん、なんでって、まあ、これは、うん、まあ、設定的な話をすれば、モーグリギフトマウンツというこの牧場を経営している会社のロゴマーク的な扱いになってます。で、はい、この牧場主の経営者さんが第7零歳の時にモーグリに助けられたっていうエピソードがあって、モーグリに感謝する気持ちを込めてこのマークを採用したという形になってますね。いい話、まあ、ここら辺はこうクエストで語られてるんですけど、というのが設定なんですけど、うん、これも、さっきも話してたんですけど、うん、ものができてからの設定で、うん、設定ができてからのもの、うん、これは前半の方なんですよ。あ、前半の方だった。これがものができてからの設定で、これは実はなんでできたか、なんでモーグリになってるかっていうと、うん、某 P 兼 D のY 氏だ遠近氏が伏せますね、そことん伏せるスタイルですねがやはりこう、はい、アルファテストで一番最初に行けたのはウィラニアだじゃないですか、はいはい、そうですね、そうですね。でやはりこう14をプレイしたことない人に、うん、やっぱ FF ですよっていうのをアピールしたかったんですよ。なるほど。 FF といえばやはりモーグリじゃないですか、うんうんうん、でここで外に出てモーグリって言えば、あ、このゲーム FF っぽくていいですねっていうのがアピールできてる。なのでそこで多分モーグリしてたと思うんですよね。多分そんな感じだったと思う。で確かになす、でも私たちに来た時に、うん、いや、なんでモーグリなんだろうっていう、チョコボ牧場ですよね、なんでモーグリ、あ、同じツッコミはしたんですね。そうですね。でまあ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 、今のエピソードを作ってそれをしかもクエストにしてみてという形で、あ、BG からこう物語が生まれたっていうパターンですね。面白い、はい、そうか。特にそういう時は困らないんですか困んないんですかって、なんか、まあそれはそれでこう、うんうん、じゃあなんでこうなったんだろうっていうところから発想していくので、うん、まあ別のアイディアの出し方になるって感じですね。すげえ、うん、昔からじゃあそういう設定を考えるのが割とこう得意というかお好きだったりしたんですか。いや、好きなんですよね。まあね、うん、楽しいですよ。楽しいですね物語をアイディア出し合ってやってるんで、うん、変なものを思いつくとこう見せ合ったりとかして、とりあえず言ってみよう、はい、あ、そうですね、でいいねっていうものがあれば、はいはい、いやダメだねっていうものもあって、うんうんうん、でそれでこう話し合っていいものに、いや僕もねどっちかっていうと好きなんですよ、その設定とかお話を聞くのが。だけど思いつかないじゃんっていうのがあって、うん、そのゼロからやっぱね1を生み出すって純粋にすごいなと思うんですよね。